テロップってこれ出てますよね。こんばんは、ナダヒナナだよって書いてますか。書いてますね、多分。うん、まあ多分できてると思うのでね、そのまま配信していこうと思います。本当に久々すぎてショールームのやり方が全然わかりません。ね、皆さんこんばんは、ありがとうございますね。急に、すごく急に、だって本当に10分前ぐらいとかにね、やりますって言いましたからね。私本当に急に始めたのに皆さん見てくれてありがとうございますね。すごく久々です。絵文字も使えるよ。え、あれ、そうなんですか。え、じゃあこの絵文字、なんかニコニコマークなんですけど、なんかハートマークにしたいのでハートマークにしますね。野田ひなのだよと、あ、野田ひなのですにしますね。野田ひなのです、こんばんは、できたかな。こんばんは、野田ひなのです、ニコニコハート、よし、 OK、 いい感じかな。多分いい感じだと思います。多分できた、イエーイ、すごく久しぶりです。皆さんこんばんは。見てください、今日は野田ひなのツインテールしてるんですよ。さん何年ぶりかな、何年ぶりだろう、何年ぶりですかね、何年ぶりなんですよ。でもショールームなんか、高校入ってから一回やった気がする。あれ、しませんでしたっけ、アイドル入るときになんかした気がします、多分。だから1年ぶりぐらい、そんな経ったかな、どうかなぐらいだと思います。前田さん、ヒアノは何歳になったのかな。ヒアノは18歳になりました。すごくないですか、私が18歳ですよすごいですよね、なんか18歳って感じがしないです。ふいさん1回したはずね、なんかね1回しましたよね多分。でもそれでもすごくすごくお久しぶりだと思います。そんな気がする、多分。ごへいさん成人、そうなんです、私やっと成人しました。すごくないですか、野田が成人ですよ。なんかそんな感じしないですよねマオさん、また来ます、ひなのんなん、ありがとうございます、来てくれ、また来てくださいね、マオさん、イエイ、ありがとうこの前までランドセル背負ってたのに、背負ってたのに早いものだね。本当にそうなんです。なんか一瞬だった気がします。なんか8卒業してからそのまま高校入って、高校3年ですね、うん、高校3年間なんですけど、なんかすごく一瞬でした。なんかもう、うん、普通に3年って一瞬なんだなって思いました。あ、皆さんね、いっぱい来てくれてますね、ありがとうございます。すごい、なんかさ、2度目の訪問とかさ、そういうのが見れるんですね。初訪問とか、すごすごいですね。なんかショールーム進化してますねすごい、すごい進化、めっちゃ進化してます。メシンさんこんばんは、こんばんは、イエイ、野田ひなのです、こんばんは。本当にすごい、あなたと本人の目に表示されています。すごい、めっちゃ変わってますね。ドーラさん、2度目の初見です。2度目の初見は初見じゃないです、いける。なんかすごい、なんかすごいな。クエさん、新機能に感心するところ、そうなんです、本当にこういう感じなんですね。うん、すごい、初めて見ました、初めて見ました。なんかこの前こんな感じでしたっけ、そんな感じがしないです。うん、すごい。まさみさん、初見、こんばんは、こんばんは、初見さん、イエイ、よろしくお願いします。奈良ひなのです。くとめみつはちゃんと仲いいんですよね。そうなんですよ、めっちゃ仲良しなんです。とひなこが紹介してくれて、ひなのと絶対気が合うよって言ってくれて、で一回遊んだんですよ。でもめちゃくちゃ仲良くなって、京香と4人でユニバに行ったりするぐらい仲良しです。純太郎、後マークひなのショールーム配信見て幸せ、うん、嬉しい、ありがとうございます、幸せって言ってくれて、なども幸せです。なんで急にショールーム配信することになったのかな、気分ですね。うん、なんか今日せっかくツインテールしたし、ショールーム
しよっかなみたいな。え、本当になんかもうめちゃくちゃ気分です。久々です。久々のショールームなのでちょっと上手にやれるかわかんないんですけど、とりあえず楽しければいいかなと思ってるので私は楽しみます。なので皆さんいっぱいコメントしてくださいね。いっぱいお話ししましょう。ユッキーみたいな人、初見です。初見さんありがとうございます。こんばんは。イエーイ。ゆいちゃん、去年の読みランク懐かしい。本当にそうですよね。もう去年、やばいですよね。去年ですよ。もう1年経ったって感じが本当にしないです。でも流れた一瞬で、月日は一瞬で流れました。すごいですね。もう一瞬過ぎます。もうちょっとゆっくりでもいいのになって思うぐらい一瞬ですね。わあ、皆さんいっぱい見に来てくれてる、ありがとうございます。よろしくお願いします。なのです。イエイイエイ。あちゃんさん、こんばんは。イエイ。まさみさん、まだお店出てない？そうですね、お店出てます。アイドリっていう渋谷の並木橋のとこにあるお店に出てますね。いろいろまたお楽しみあると思うので、お楽しみに。またいろいろ発表できる時ができたら発表しますね。ちょっとね、皆さんきっと喜んでくれると思います。多分すごくお楽しみがあります。私もワクワクです、本当にね。小林さん、並木橋の交差点のとこやっけか。交差点のとこ、多分交差点、そう、なんか並木橋のところです。とっても面白いお店なので皆さん来てくださいね。また今ね、サンリオのねやつでね、なんか投票みたいなのもやってるので、ぜひぜひ投票してください。めぐめごさん、初見さん、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。イエイ。よろしくお願いします。わー、いっぱい皆さん見てくださってありがとうございます。9月11が何があるのか。9月11はアイドリでイベントをしようかなと思っているんですけど、まだね、完璧にどうなるとか分かってないので詳しくは説明できないんですけど、9月11開けといてねっていう感じなので、皆さん9月11日ね空いてたらぜひぜひ野田に会いに来てください。あとサンリオ9月25日サンリオピューロランドで、ライブとかイベントとかさせていただくので、皆さんね空いてたら、お時間あれば見に来てくださるととても嬉しいです。ズマチさん、こんばんは。すごい、もう207人の方が見てくださってますよ。すごくないですか。嬉しいね、こんな急に始めたのにめっちゃ皆さん見てくださって、とっても野田喜んでます。ありがとう。9月11はあの日だね。どの日だろう、どの日かちょっと分かんない。なんだろう、ごめんなさい。なんだろう。野田さん、初見さん、こんばんは。イエーイ。ゆうさん、会いに行きたいな。来てほしいです。来てほしい、お話ししたいです。ぜひぜひね、ツイッターとかでいろいろ会える日とかイベントとかなんか告知、ツイッターとかインスタとかで告知してるので、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。皆さん野田のツイッターとかインスタフォローしてますか。してくださいね。松坂市みたいにやるから伊勢みたいにプリプリ。そう、私最近キャッチフレーズ全然やってない気がします。やってない気がします。ウケる、面白い。トマさん、初見さん、こんばんは。よろしくお願いします。イエイ。ひろあきさん、久しぶりの配信だね。本当にそうなんです。なんかもう久しぶりすぎてショールーム全然わかんないから、ちょっといろいろ教えてください。そう、なんかこのなんだっけ、題名みたいな、テロップか、テロップに絵文字が使えるのも今日教えてもらいました。すごいですね、進化してますね。ショールームもっとやってよ。やりたいです。じゃあこれからは私がショールームやったら皆さん見に来てくださいね。見に来てください。
それでもやろっかな、これからも。あの日9月25日まで間に行ってチケット買えるかが不安って待ってた。なんかあれやねん、なんかな、書き置きってのもできるらしい。なんか、うん、書き置き、なんか名前を書いて言って、なんかメモしてもらっといて、そのなんかサンリオで行った時になんかお名前聞いてみたいな感じのもなんかできるみたいなのを言ってたと思う。でも、ね、基本手売りみたいな、基本お店で買うみたいな感じらしいです。私も本当に難しくて、ちょっとまた聞いときます。そう、なんかね、投票券、なんかチケット1枚につき投票が1回できるみたいなのと、アイドルでチャージ1時間につき投票が1回できるみたいな感じらしいので、そうそう、ごめんなさい、ひなのと話できるのか。そうなんですよ、野田といっぱいお話できます。うん、そう、アイドル来てくださった、1回でも来てくださった方には分かると思うんですけど、めちゃくちゃお話できますよ。そう、ひなの話すのすごい好きなので、いっぱいお話ししに来てください。推しメンバーが来てる時にしか買えないということ、いや、そんなことないと思います。なんかお店で普通に空いてる時とか、あの、いていただけたら、野田ひなのでって言ってもらえば大丈夫だと思います。野田ひなのに投票で、野田ひなので購入でって言ってもらえば多分大丈夫だと思うので、ぜひ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 野田にお願いしますね。なんかね、順位みたいな、ランキングみたいな、 MVP みたいなのが出るらしくてね、頑張りたいなと思ってます。だから皆さん協力してください、応援してくださるととってもとっても喜びます。ひろあきさん、どこでやるの？何がですか？サンリオ？9月25のイベントはサンリオでやって、普段のなんかお話っていうか、あのお店で出勤してるときは渋谷のアイドリっていうお店で私と会えます。会いに来てください。ランキングが出ちゃうのか。そうなんです。怖いですよね、普通に緊張です。ショーチーさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、見に来てくださってありがとうございます。イエーイ。僕巻き巻きツインなんですよ。巻き巻きツイン、だいぶね、巻き巻きは取れちゃったんですけど、今日ボイトレがあって、そうですね、ボイトレがあって、で、同じアイドルで働くレナくんって子と一緒に、林レナちゃんっていう子なんですけど、と一緒にあれ食べました、マカロン食べました。新大久保に連れてってもらいました。私全然新大久保に行ったことなかったので、いろいろ教えてもらいました。東京ね、すごいね、何でもありますね。はらちゃんさん、野田さん喜びます。そうなんです、私とってもとっても喜ぶので、ね、皆さんよろしくお願いします。とめちゃん、25日休み取れてるけどそれ以外行くのが大変。そうですよね。あ、25日ありがとうございます。そうだな、多分書き置きで多分大丈夫だと思います。アイドルのツイッターとかに言ってもらえたらいいのかな、多分ちょっとまたスタッフさんに聞いてますね。で、多分ツイッターとかに、アイドルの DM に、ちょっと野田ひなので書き置きでお願いしますみたいな感じで言っていただけたら多分大丈夫だと思う、多分。ごめんなさい、ツインかわいい、うん、嬉しい、ありがとうございます。ツインテール。そう、なんか今日最初は髪の毛を下ろしてようと思ってたんですよ。巻いて下ろそうみたいな感じで思ってたんですけど、なんか上手に巻けなくて、なんか今日失敗だなって思って、それならなんかツインの方がいい説あるんじゃないって思って、ツインテールにしたらなんか思ったよりもなんかいい感じだったので、ツインテールにしました。あ、皆さんいっぱい来てくださってます、ありがとうございます。2度目の方も発音、皆さんありがとうございます。嬉しい。15分経過しましたって通知が来ましたね。15分で309人の方が見てくださってるんですけど、本当にありがたすぎます、ありがとうございます。
めちゃくちゃね、本当に急すぎて申し訳なさすぎる。でも嬉しいな、見に来てくださって、ね、本当にあれなんですよね。え、なんかショールームやろうって思ったんですけど、どうしよう、急すぎてみんな見てくれなかったって焦ってたんで、みんな来てくださってすごく嬉しいです。ありがとうございます。渋谷駅南口から、新南口から行けば、あ、そうなんです、アイドリ渋谷駅の新南口を出て、なんかまっすぐ行ってビュンって曲がってもらったら着きます。地下1階です。とてもとても楽しいところです。ぜひぜひひなのがいる日来てください。お待ちしてます。そう、なんか出勤日とか時間とかは Twitter とかインスタとかでいろいろ宣伝させてもらってるので、ぜひぜひご覧になって、もし空いてる日があれば来てくださればとってもとってもまだ幸せです。待ってます。ヤノンが配信始めたって通知来たからすぐ来ました。あー嬉しい、ありがとうございます。本当にね、もうなんか急に始めすぎて申し訳ない、ちゃんと次からやるときはあれですね、告知をしようかなと思います。本当に今日気分で急に、わ、なんかショールームやりたいなって思った。そう、せっかくツインしてるしね、で思ったので急遽始めたんですが、ね、ありがとうございます。次はちゃんと早いうちに、今日ショールームしますねみたいな、何時からしますねみたいな言おうと思います。ゲリラでも何でもありがとうございます。まあ、急にやりたくなったらまた勝手に始めますみんな優しいですね。ゲリラの方がお得感ある。え、ほんまですか、ほんまですか。え、じゃあ今日お得感ありますか嬉しい。土メイドにハマってました。あらかじめ告知してた方が人来るからね。そうですよね、絶対そうですよね。急すぎて皆さん絶対お忙しいのに始めちゃったから今日トネちゃんやってくれるだけありがたい、うん、優しい、嬉しいですって言ってくださって、本当に、どうしよう、人来るかな、一人でずっと喋ることだったら寂しいなみたいな、誰も来てくれなかったらやだなみたいな、ずっと思ってたから、始める前ずっとっていうか10分ぐらい始めようって決めて10分ぐらいでスタートしたんで、10分ぐらいなんですけど、10分ぐらい悩んでたんで大丈夫かなみたいな、こうやって皆さんが見に来てくださって、いっぱいコメントしてくださって、とってもとっても喜んでます。こうちゃんさん、初見さん、かわいい、うん、ありがとうございます、嬉しい、仲良くしてください、イエイ。ゲリラの場合は見逃した時は敗北感がある。お、そう、そっか、確かに、はあ、見れなかったってなるってことですよね。確かに。そんな悲しいのでね、それは。なるべく告知します。急にやりたくなったら、ゲリラでやります。ランタンさん、こんばんは。こんばんは。すごくお久しぶりです。おつぶちゃんさん、こんばんは。こんばんは。イエーイ。嬉しい。なんかめっちゃみんな見てくださる。うん、ありがとうございます。私今ちょっと急に足がしびれました。痛い、右足緊張してるのかなちょっとしびれました、足が。多分緊張してます、だって久々ですもん本当に、ね、でも私はとってもお話することはすごくすごく好きなので、お話をしていきます。一人でもね全然喋れちゃうタイプの人間なのであ、皆さんいっぱい、初訪問の方がいっぱい見てください、ありがとうございます。野田ひなのです。ご自由ハートだけですがどうぞスイカ、なんかなんだろう、ありがとうございます。ご自由なんだろう、福原さん FB2 対小林ねねハートさん、ありがとうございます。初見さんなんですね。ぜひぜひ野田と仲良くなってください。ひなののこと好きになってくれたらとても喜びます、ありがとうございます。ツイッターとツイッターいいねとリツイートするからね、ありがとうございます。そう、なんかツイッターのハッシュタグアイドリってついたやつを、なんかいいねとリツイートが多かった人が勝ちみたいなのがあるんですよ。そう、野田頑張りたいので皆さん
いいねとリツイートしてください。そう、ハッシュタグアイドリってついてるひなのの投稿をいっぱいいいねとリツイートしてください。嬉しいです。みんな足楽にしときとか、優しい優しい、本当にみんなありがとうございます。本当に今緊張して、なんか多分足がグニャンってなってたんですよ。なんか変な方向、足のなんかこう足の甲があるじゃないですか、なんかグニョンみたいな変な方向になってたので、多分しびれちゃったんだと思う。今ちゃんと足を正常な位置に戻したので、まっすぐにしたので、もうこれでしびれないはず。みんなありがとう、優しいね。てか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 、あアボカドの人さん、かわいいっていう、なんかあのかわいいってやつ、ありがとうございます。嬉しい、喜びますのだ。ありがとう、アボカドの人さん、よろしく、ありがとう。久しぶりだけど相変わらず伊勢海老のようにプリプリで安心した。イエーイ、野田めちゃくちゃ元気です。元気だけは誰にも負けないレベル元気です。安心してもらえてとっても嬉しい。ひろあきさんツイッターってやってるんだっけ。そうですよ。ひなのね、なんかインスタもツイッターも全部、なんかあの TikTok もなんですけど、あとマークみえひなの8で統一してるので、ぜひぜひよかったら、よかったらっていうかフォローしてくださいよろしくお願いします。小林さん緊張すな。緊張しますよ、だってすごい久々じゃないですか。そう、なんかなんだろう、うん、なんか緊張します。いや緊張しいやから、めっちゃ緊張します。でも楽しい、みんなね、いっぱいお話ししてくれるからとっても嬉しい。ランタンさん、ハートありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ハート、イエイ、ありがとうございます。北代さん、初見さん、こんばんは、こんばんは。初見さんありがとうございます。野田ひなのです。ぜひぜひ今日で好きになってくださいありがとうございます。みんないっぱい見てくれてる、嬉しいな。と、風になった柴犬さん、初見さん、チラありがとうございます。チラありがとうございます、よろしくお願いします。こんばんは、ワンワン、ワンワン、ありがとう、嬉しい。なんかめっちゃみんな見てくれるやん。タモさん、こんばんは、こんばんは、イエーイ。だってさ、436人の方が見てくださってるんですよ。すごくないですか、嬉しい。もうこんな急に始めたのに、みんな優しいですね、とっても。タカさん、初見さん、はじめまして、はじめまして、こんばんは、ドラヒアノって言います。ぜひぜひ仲良くしてくださると嬉しいです。イエイ、好きになってくださいね、イエイやな、久しぶり見たらまた綺麗になってる、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな、もっともっと、もっともっとっていうか、うん、すごく美しくなれるように頑張るので見守っていてください。ひなのほんま大人になったよな。本当ですか、なんだろう、なんだこれは、すごい、なんか回ってます。なんて言うんだろう、このキラキラのやつ、キラキラのやつ、これはなんて言うんか、なんかこの紫のやつ、なんかすごい、ありがとうございます。これはなんだろう、あの回るやつ、すごいキラキラのやつ、キラキラのやつ、誰が送ってくださったんだろう。ネカエルさん、ありがとうございます、嬉しい、キラキラ、イエーイ。あ、ケントレイさん、ハートありがとうございます、嬉しい、イエーイ。みんな優しい。大粒ちゃんさん、ハートありがとうございます、イエーイ、みんなありがとうございます。みんなミラーボールって教えてくれた、ミラーボールですね、ミラーボールありがとうございます。ネカエルさん、ミラーボールって言うんだ、ミラーボール、ミラーボールありがとうございます。今日はハムの日だよ、ハムの日、なんでですか、ハムの日、なんでハム、あ、8月6日やからハムってこと、あ、
今日ハムの日なんですね。私今日ハム食べてないやん。ハムの日なんだ。ハムの日か。ハムの日。一個賢くなりました。ラちゃんさん TikTok を見たよ。ありがとうございます。そう TikTok 私一人で撮るの初めてだったんですよ。だなんか今日はすごくなんか TikTok を撮る気分だったんです。お化粧した後に。なんかちょっと TikTok 撮りたいかもしれないって思って、ちょっと一人だけど撮ってみようかなって思いました。みんないいねとかコメントしてくださいね。 TikTok も TikTok あのね TikTok 本当に全然やらなさすぎて、そう TikTok も私全然わからないんですけど、一生懸命これで合ってるのかなとか思いながらね、いつもさ友達がさいろいろ教えてくれてたからさ全然わからないんですけど、多分合ってるかなってことで、多分ちゃんとできたと思う。ちゃんと載せれたはずです。うんので皆さんよかったら見てください。あ、ズマッチさんこれはペンライトかな。ありがとうございます。ペンライトありがとう。みんな優しいね。インスタは後でフォローするね。うん、ありがとうございます。インスタぜひぜひフォローしてください。インスタもアットマークみえひなのエイトです。そう、分かりやすいかなと思って全部統一しました。そう、最初はなんかちょっと違ったんですけど、なんか分かりやすい方がいいかなと思って統一しました。 TikTok まだまだ流行ってるな。そうですよね TikTok。 でもなんか最近何の曲が流行ってるとか全然時代に追いつけてない系女子なので困ってます。だから必死にちょっとこのおすすめの欄あるじゃないですか、必死に見ていっぱい出てきた曲を、あ、これは流行ってるんだと思ってやってみました。遅れてるかな、多分大丈夫なはずです。すごい、507人の方が見てくださってます。ありがとうございます。野田ひなのです。ぜひぜひ仲良くしてください。イエーイイエーイ、ありがとう皆さん。やってめちゃいろんな方が来てくださってる。2度目の訪問、初訪問、初訪問、おー嬉しい。明日は腰の調子はどう？そうですね、今日ちょっと痛いです。うん、だいぶでも元気ですよ私。元気でもたまに痛いです。いっぱい歩いた日とかいっぱい踊った日とか運動した、なみたいな。でも今めちゃくちゃ元気です。本当にね、ちゃんと歩けるようにもなりましたし、一応元気です。心配してくださってありがとうございます。無理しないように頑張ります。野田さん嬉しそうね。嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しいですよ。だって私めっちゃ急に始めたんですよ。なのにみんなめっちゃ見てくださるじゃないですか。いっぱいコメントしてくれて喜んでます。楽しい。やっぱりね、なんかね、一人でいるとね寂しいので、皆さんとお話ししてるのすごい楽しいです。 TikTok うんまってやつ。そうです、うんまってやつ、うんまってやつ一人で初めて撮りました。合ってるかなって思いながら撮りました。だからみんなね、あのぜひぜひ TikTok も見てください。ほんま無理だっけ、わかんで、ひなの見たら足腰の調子心配になるのに、皆さん優しいですね本当に。でも本当になんかたまにめちゃくちゃ痛いみたいな、動けないみたいな時あるんですけどね、今全然元気なのでちょっと痛いかなぐらいね、ちょっとゆっくりしてたりとか、ね、どうしても痛かったらお薬飲んだりとかしたら元気になるのでね、皆さんねすごい心配してくださってとってもとってもありがとうございます。優しい優しいね、みんな。みんなの配信で話してるの楽しい。嬉しい。ありがとうございます。私もとっても楽しいです。嬉しい。私最近大人っぽくなろうと思って私って呼んでるんですよ。気づいた方いますか？そう、私って呼ぼうみたいな。あ、達人さん、ハートと、あ、これバラもか。ありがとうございます。イエイ。ハートとバラはどうやって作るんだ？バラ、お花みたいな。ありがとうございます。みんな優しいね。あ、またたくさんの方が来てくださった。
ありがとうございます。七ひなです。イエイ。声と野田率高くない？あ、確かに確かに野田って最近結構野田って言うかもしれない。なんでだろうね。そう、なんか野田さんとかあるじゃん。はい野田ですみたいな。でなんかめっちゃこう、はい野田ですみたいな言ってたら野田っていうようになりました。でも最近はちゃんと私っていうように頑張ってます。なんか大人っぽいじゃないですか、私って。野田嬉しいって言うあたり、確かにそれはそう、本当にそれはそうね、ちょっと大人っぽくなれるように。でもだって18歳も超えたのでね、高校も卒業して JK ブランドもなくなったので、大人っぽくなれるように頑張ってます。大粒ちゃんさん、イエイってやつ、イエイイエイ、ありがとうございます。イエイイエイ。最近ね、ちょっと私ピースがとっても下手なんですけど、ピースをちゃんとできる練習してます。なんかちゃんとピースをしようと思ってピースってするとなんかちゃんとピースができるんですけど、なんか急いでなんか3、2、1みたいな写真撮るときあるじゃないですか。急いでピースをしようとするとなんか手がぐちゃーってなるんですよ。なんかこんな、なんかぐしゃーみたいな感じになるので、ちゃんとピースをするようにグッてやってます。ジージさん、初見かわいい人ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。とっても嬉しいです。初見さんなんですね、よろしくお願いします。いい猫3匹とジョンさん、こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。ありがとうね皆さん。なの元気そうでよかった。元気ですよ、すごく。だってなんかもうすごく元気そうじゃないですか私元気そうじゃないですか今。めっちゃ元気ですよ。楽しいですし元気です。元気ぐちゃ、そうなんです。なんか手がなんかもごもごってなるから、そうなんかちゃんとやろうと思ったらできるんですよ、ピースを。でもなんか急いで、あ、やばいピースしなきゃみたいな感じで焦るとなんかグワーみたいなになるから、ちょっとちゃんと急いで、あ、ピースしようってなった時にちゃんとピースができるように、なんかピースをグッてやる練習してます。めっちゃ元気そう。元気そうで嬉しい。そうなんです、元気ですよ。皆さんもお元気ですか？お元気だと嬉しいです。元気が一番ですね。じゃんけんの時どうなるの？じゃんけんはなんか普通に出せる。でもなんか私多分チョキを出す率があんまりないかもしれない。妹になんか言われたんよね。ひなのはなんかいつも何やったかな、グーかな、グーばっかり出すなみたいな。一番最初はだいたいグーを出すみたいなで言われたけど、グーやったかな、多分グーやったはずって言われて、気にしてますちょっと。でもなんか次じゃんけんしようって思ったら忘れてるから、なんかいつもなんか同じの出してるらしいです。ちゃんと変えようとはしてるんですよ。妹から呼び捨てなの？ねえねえって言われてます。可愛くないですか？ねえねえですよ。ねえねえって言ってくれます。お姉ちゃんでねえねえみたいな、ねえねえみたいな感じで、ななねえねえみたいな感じで言ってくれてますね。一人暮らし始めて私全然ね妹に会えてないので、次またお盆で帰るのでその時に会えるのがとっても楽しみです。ねえねえは可愛いね。そうなんですよ、可愛いんです。いいでしょう。プロケンさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとピースがふわってしてしまうの。テンパると一人でわちゃわちゃしちゃうとこは変わってないよね。本当ですか？わちゃわちゃしてます。私すごく大人っぽくなりたいので、なんだろう、チキッてするようにはしてるんですけど、まあできてないならできてないで、でも大人っぽいの目指してます片吹さん、こんばんは。こんばんは、イエーイ。可
小林さんふわぐにゃ、そうなんです。なんかすごいなんかピースが下手なんですよ。そう、ちゃんとできるんですよ。今はできてます、ね、急にね出すあのピースを出すとかするとなんかあれみたいな。本当に写真の時がすごい分かりやすいかもしれないです。仲いい姉妹でいいですね。そうなんです。私めっちゃ家族仲いいんですよ。自慢してます。私は自分の家族が自慢です。めっちゃ仲いいんです。本当にどこの家族よりも仲いい自信あります家族大好きなんで。嫌なの妹ちゃんはアイドルにならないの。ならないと思う多分。そうだね、ならないはず。なんか妹はなんか美容系がいいって言ってて、そう、妹2人いるんですけど、高2と今中3なんですよ。高2の子はなんか美容がいいなみたいな言ってて、で中3の子は今そう受験ですね。今バタバタしてるみたいなんですけど、吹奏楽を今中学校でやってるらしくて、フルートやってるんですって。もうこの前かな、なんかなんだっけ、コンサートみたいな、フルートの吹奏楽のなんかやつがあったらしいんですけど、私行けなかったので残念でした。めっちゃうまいらしいですよ、うちの妹。いいでしょ、すごいでしょ。なんか私は本当に楽器が全然できないです。リコーダーも苦手でした。でも鍵盤ハーモニカはできましたそうね、なんか小学校のところ時とかめっちゃ鍵盤ハーモニカをやってました。なんかみんなで合奏しましょうみたいなのあるじゃないですか。はい、リコーダーが苦手やったんで、私鍵盤ハーモニカがいいですみたいなやってました。鍵盤ハーモニカ懐かしい。それな、私も初めてじゃない、私も久しぶりに鍵盤ハーモニカという単語を口から発しました。すごく久々ですね。だってね、もうね、学生を卒業して鍵盤ハーモニカっていうね単語をね口から出すことがあんまりないじゃないですか。だからすごく久々です。鍵盤ハーモニカ、いつの間にか636人の方が見てくださってます。ありがとうございますね。今もめちゃくちゃ皆さん来てくださってる、ありがとうございます。優しい、仲良くしてください。皆さん、野田ひなのです。楽器できるの、いやできないですよ、できないです。とってもとっても苦手です。あれですね、あれできます。なんだっけ、タンバリンとか、叩くやつ、なんだっけ、カスタネットとか、多分そういうのならできるはず。そういうのならできるかなぐらいの、多分最近やってないんでわかんないんですけど、小学校の時できたかなぐらい、できたはずだなみたいな感じです。ツッチーメイトにハマってますさん、なんかあのギザギザした音符みたいなやつ、ありがとうございます。ギザギザした、ギザギザでやってるのかな、なんかイエイイエイした感じの音符、ありがとうございます。ありがとう、イエイ。鍵盤ハーモニカかピアニカって何やった、確かにピアニカとも呼んどったかも。でも私は鍵盤ハーモニカって呼ぶ派でした。なんか人によって違いますよね。なんかピアニカっていう人と鍵盤ハーモニカっていう人、私は鍵盤ハーモニカ派です通じたらいいかなみたいな思いました。私はそういう、そっちで思いました、そっちで思いました。私はそっちで生きてきました。危ない危ない、倒れそうです、気をつけます。ちゃんと支えてないとですね。イエイイエイ、下音符かわいいそう、なんかあのなんかこうなんかザク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 って、なんかなんだろうね、なんかすごい元気な感じの音符だったので、イエイエイした音符って言いました。ありがとうございます。あ、なんだろう、線香花火かな、土メイトにハマってます。線香花火、線香花火で合ってますよね、花火、線香花火か、花火、ありがとうございます。最近私全然花火してないので、花火したいなね。皆さん今年やりました花火、やってないです私は。
あ、イエイってやつもありがとうございます。チームメイトにハマってました。ありがとう。イエイイエイ。え、そう、え、うん、皆さん やりましたか今年花火。え、なんか三重でお祭りがあるときは私東京にいて、東京でお祭りがあるときは私三重にいるんですよ。だからお祭りに今年一回も行けてないんです。悲しい。祭り行きたいって思って、そう、花火もねやれてないので、そうそう、皆さん花火とかお祭り行きました？そう、だからすごい行きたいんですよ。お祭りってなんかあの雰囲気が楽しいじゃないですか。キラキラーみたいな。そう、だから私も行きたいなって思ってます。花火何年もやってないな。えー、そうですよね、私も全然花火やってない。花火したいですね。アイドルでお祭りやるんだっけ。あ、そうなんですよ、9月11日。あ、9月11日、9月11日だね。うん、9月じゃねえよ、8月だ。8月かな。9月は違うわ。9月はお楽しみにの日ですね。で、8月ですね、今8月ですよね。うん、8月11日にそう、アイドルでそう、あの浴衣着ます、お祭りみたいな感じで、あの浴衣を着てなんかみんなでお祭り気分を楽しもうみたいなのイベントがあるので、そう、浴衣を着るんですよね。皆さんぜひぜひ野田の浴衣姿見に来てください、ね、18時から20時まで腹筋しているので、ぜひぜひみんな会いに来てね。そう、浴衣の野田に会えますよ。浴衣、浴衣とか本当に全然着てないのですごい楽しみです。あんまり着る機会なくないですか、浴衣って。からね、とってもとっても楽しみです。ワクワク。あ、みんないっぱい来てくださってる。初訪問の方がたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。嬉しいです。お祭りの時ぐらいだよね。えー、そうですよね。そう、お祭りもね全然行けてないので、浴衣も着れてないです。楽しみです、とっても。ぜひぜひ、浴衣は最高。えー、そうですよね、浴衣って可愛いですよね。そう、なんか和服お着物とかもうめっちゃ好きなんですよ私。だからね、すごい楽しみです。妹があれなんだっけ、着付けを習ってて、だからまた着せてもらいたいなと思ってます。そう、すごいですよね。この前でも一回着せてもらったんですよ。すごいなと思いました。習ったんですって、授業で。高2の妹習ったって言ってて、一回ねえねえ着させて、あの 着せていいみたいな言ってくれて、あーいいよーって言って着せてもらったんですよ。すごかったね。難しいですよね、あのなんだっけ、いろいろこうなんかし、あの帯やっけ、帯かとかなんかいろいろ結んだりするの。だからすごいなと思って。浴衣着てる子は何割マシかで可愛く見える。え、それ思います、本当にそれ思います。え、浴衣着てる子ってめっちゃ可愛いですよね。そう、だからね、野田も何割マシかで可愛く見てほしいので、浴衣が着るの楽しみです。ひでおさん、こんばんは。こんばんは。えい、見に来てくれてありがとうございます。えい、すごい、いつの間にか728人の方が見てくださってますよ。ありがとう、嬉しい、感謝。いや、なんて8卒業した後で入ったメンバーとも仲良しなのはなんで。えー、そうですね、あの福留とめっちゃ仲いいんですけど私。そう、なんか最初ひなことめっちゃあの一回電話してたんですよ。でその時に、そう、福留ってこと仲いいんやけどみたいな、あの言ってくれて、で絶対ひなのんと会うよみたいな、絶対気合うと思うみたいなって言ってくれて、え、ほんまみたいな話しとって、でそう、なんか今度アンパンマンミュージアム行こうって、そうひなこと話しとって、でその時に福留もぜひぜひ一緒にみたいな、一緒に行きたいって言ってくれて、え、じゃあみんなで行こうよみたいななって、3人で一回アンパンマンミュージアムに遊びに行ったんですよ。でほんまに
れ楽しくて、もうめっちゃ仲良くなって、しかも同い年で、そう、ひなこと3人同い年で、本当にもうめちゃくちゃ仲良しになりました、その日で。なんか今度教科も入れて4人で、あのユニバー行こうってみんなでなって、この前、この前だいぶ前か、そうユニバー行ってきました、みんなで。もうめっちゃ楽しかったですね。めっちゃいい子ですよね、福留。そう、なんかあの自分がね卒業した後で入ったメンバーなので、あのみんなね、みんなっていうか、私仲良くなれるかなって、喋れるかなってちょっと緊張してたんですけど、もうすごいいい子で本当に面白かったです。この前でもね卒業ねしてたね。これからも頑張ってほしいですね。あんこさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。野田ひなのです。ポンチーさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。よろしくお願いします。野田ひなのです。卒業しちゃったね、卒業しちゃった、悲しいですね。卒業ドレスめっちゃ可愛かったですよね、似合ってましたね。ツイッターで見ました。またね、あの今度一緒に遊びに行こうって話してるので、あ、そう、ひなことも今度一緒に遊びに行く予定があります。そう、8月で2回そうね遊びに行くって決めてます。いいでしょう、嬉しいですね。一回ね、遊ぼうって言ってくれて、遊ぼうってなって日決めたんですけどね、めっちゃね、あの8月の後半になっちゃったので、それまでにもう一回ご飯とか行きたいって言ってくれて、行こうってなって約束しました。楽しみです。よしおさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、野田ひなのです。イエーイ、よろしくお願いします。わあ、すごい、めっちゃみんな来てくれる、ありがとう、ね、初訪問さんがいっぱいだ、ね、めっちゃ通知が来てくれてる、通知が来てくれてる、通知で来る、初訪問、初訪問って嬉しい、ありがとうございます。優しいね、みんな。長島スパーランドには行きますか。長島ですね、三重に住んでた時っていうか、まあ、ちょっと前なんですけど、まあ、めっちゃ行ってました、ね、今ね東京ね上京してきて、これから行くことが少なくなっちゃうかもしれないので悲しいんですけど、本当に長島スパーランドめちゃくちゃ楽しいので、みんな行ったことない人も絶対行った方がいい。てか三重県は本当にいいとこがいっぱいなんですよ。伊勢神宮とかすごい美味しいものと楽しい場所がいっぱいあるので、みんなぜひぜひ一回は三重県に来た方がいいと思います。ぜひぜひおすすめ。ほりちゃんさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、野田ひなのです。見に来てくれてありがとうございます。ナイトプールでパシャパシャしたりするの、プール私行かないですね。でもプール行きたいな、ね、でも泳げないんですよね。いくらビート板であのバシャバシャあの足つけて遊ぶぐらいしかできないですね。プール、そう、プールに行きたいなとは思うんですけど、泳げないから、そう、溺れたら怖いじゃないですか、だってね。そう、夏やし暑いしプール行きたいなと思うんですけど、泳げないんですよ。そう、なんか小学校かなの時にプールの授業あったらから、その時に泳いだんですけど、普通に6メートルとかそれぐらいしか泳げなかったので、ね、泳げなかったんですよ、悲しい。だからあのプールは怖いなって。普通にあのプールでパシャパシャ足つけて遊ぶぐらいだったらビート板とかあるなら大丈夫なんですけど、溺れそうじゃないですか、泳げないんです。なんか運動神経が破壊的に悪くてですね、私、悲しい、運動神経が本当に破壊的に悪いんですよ。浮き輪あれば大丈夫、確かにそれはそう。でもいつやったかな、小学校ぐらいの時に長島やっけ、どっかのプールにみんなで行ったんですよ、家族で。
家族で行った家族かな、いや友達かな、友達と家族とかな、あそう仲いい友達とそのお母さんとうちの家族で行ったんですよ、みんなでプールに。でその時にあのうん浮き輪の隙間からバシャンってなってってなりました。浮き輪っても安心できない運動神経が悪い本当に。流れプールとか入ったら上がれずにずっと流されちゃうタイプ。あ絶対そうですね。どうしようってなると思います。助けが必要で出るのに絶対一生流れてる気がします。だって流れてるんですよ、どうやって途中で上がるんだよって思いません？私が運動神経がとってもとっても悪いからか、悪いです本当に。私はプールに行かないけどスーパー銭湯ならよく行きます。温泉いいですよね、私も温泉すごい好きなんですよね。めっちゃ長風呂派なんでめっちゃ長くお風呂入ります。お風呂大好きなんですよ。でなんかバスボムとか入れるの好きです。だからなんかいろんなバスボムを妹とやったりしてて、天ぷらのバスボムとか、なんだっけあのガリガリ君かのバスボムとか、なんか特殊なバスボムを見つけては妹と今日バスボムやろうって言って一緒にジャーってブクブクブクってやってやってます。天ぷらなんかのそうなんですよ、なんか入れたらなんかバスボムって泡がなんかシュワーってなるじゃないですか、なんかそれが天ぷらを揚げてる泡みたいな見えるみたいな感じらしい。何が入れたかな、なんか私乗せましたよね多分、ナスかな、ナスの天ぷらのバスボムが出ました。そうそう、のぶさん、初見さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。野田ひなのです、よろしくお願いします。ありがとうございます、見てくださって。ミカエルさん、お待たせお待たせ、イエイありがとうお待たせ、イエイ。あーなるほど、そうそうそういうことです。お風呂でナス、そうなんか何が出るかなみたいな、エビかなんだっけ、レンコンかさつまいもかナスかシシトウかな、がなんかが出るみたいなだったんですけど、私はナスでした。ナスが良かったので、ナス出たってめっちゃ喜んでました。そうなんか友達と3人でこれやってみようよってことで買って、じゃあ今日お家帰ったらみんな各自やって何出たか言おうねみたいないうことで、なんか何が出るかなみたいな予想してて、私はナスがいいなみたいな、なんとなく私ナス好きなんですよ、ナスがいいなって思ってて、であのお風呂でピシャーってやったらナスだったので、やったってなった。ランチューさん、初見さん、こんばんは、こんばんは、野田ひなのです、ありがとうございます、イエイ。そうナスが出ました、いた。そうなんか急にカチッって止まって、みたいな、そうなんか画面がバグったのかなっぽくて、はぁってなった。ちゃんと動いたならオッケーオッケー。あの日なんか大人っぽくなってる、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。もう野田18歳なんで大人っぽい目指してます。そう大人っぽくなりたいなと思って、ちゃんとね私って呼んだりとか頑張ってます。大人っぽいって難しいですよね、普通に。もうなんか18歳じゃないですか、もうなんかそんな感じしないです、まだなんか高校生感が抜けてないでも本当に大人っぽくなるようにちょっと努力はしてます。一応大人っぽくなっても中身はあのままの日なのでいてほしい。なんか顔中身変わっ
ってないかな。変わった私。変わりました。なんかでもなんだろう、変わったかな。そんな変わってない気がします。知らんけどどうだろう、わかんないです。確かに顔つきもなんかだいぶ大人っぽくなったな。本当ですか。嬉しい。本当ですか。大人っぽくなりましたか。やったー、ありがとうございます。まこぶちゃさん、あ、お久しぶりですピナピッピからピエ。ピナピッピ、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 ピナピッピです。イエイ。ピナピッパでしたっけね、これからどんどん大人になっていくんやな。そうですよ。いや、なんかそんな感じしない。本当にそんな感じしないです。私ずっとなんか感覚的には時止まってます。いや、中山も大人になってた。本当ですか。嬉しい。大人っぽいの頑張る。大人っぽくね、なりたいので。大人っぽいね。だってね、大人っぽいって素敵じゃないですか、やっぱりね。大人っぽくなりたいです。写真見て振り返ると分かりやすいかも。なんか、だいぶそれは顔変わった気がする。なんか普通に中学校の頃の写真、 AKB の時の写真とか前見たんですけど、若みたいな若ってなんか普通に中学生だなって感じがしました。ちょっとは変わったかなみたいな、ちょっとはまだマシになれたかなみたいな思います。多分幼かったよね。そうですよね。だいぶとまだバブでしたね、赤さんだったので。まあちょっと大人っぽくなれたかなと思いますねこぶちさん、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。こんばんは。ありがとね、見てくださって。もっと綺麗になっちゃって、頑張って綺麗になりますねえ、本当に大人っぽく綺麗になれるように、まあ、努力しますね。そうね、お楽しみもね、いろいろあるので、その時までにね、もっともっと嫌なのは綺麗になったな、変わったなみたいな思ってもらえるように頑張ります。そうね、お楽しみ早く言いたいな。ルンルン。なんかいろいろありますよ、私のお楽しみ。9月11日もそうですし、サンリオもそうですし、8月の出勤とかもそうですし、それともう一個なんか重大なね、重大、とても重大な、とっても幸せな、幸せ、うん、皆さん喜んでくれるはずなね、発表もね、あるので、まあ、いつ発表できるかはまだちょっと分かんないんですけど、ぜひ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 、お楽しみに、楽しみにしてくださったら、待っててくださったら、とっても嬉しいです。結婚発表じゃないよね。ちゃいますわ。全然ちゃいますよ。そうだね。ね、結婚発表じゃないです。ね、なんかすごくみんな喜んでくれるはずです。多分。喜んでくれますよね。喜んでください。頑張ってね、みたいな。喜んだ、みたいな。言ってほしいです。言ってくれたら喜びます。応援してください。頑張る。イエイ。8の時は幼かったの、今はお綺麗になられて涙が出る。だいぶバキッて言った。痛くはなかったけど、なんかバキッて言いました。うん、そうだね。幼かった。そうですね。本当にマジで若かった。今はちょっと綺麗になれるように努力中です。イエイ。ね、これからももっと綺麗になれたらいいな。頑張るので皆さん見ててくださいね。楽しみ貯金ですね。そうです、お楽しみですよ皆さん。ハブさん、初見さん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。いや、なんか嬉しいことならみんな喜ぶよ。うん、優しい。みんな喜んでください。みんなのはとっても楽しみ、ワクワクです。そうワクワクです。本当に頑張ろうって、うん、頑張ります。いや、まだね、いろいろね、言えること少ないし、
私もまだね全然いろいろ分かってるわけじゃないんですけど、すごくすごく楽しみなことがあるのでみんなお楽しみに。喜び通り過ぎて泣いてるかも、泣いちゃいますか皆さん、嬉しすぎて。皆さん泣いちゃうんですか、じゃあ泣いちゃってくださいね。花山さん、ちらちらこんばんは、お久しぶりです、野田ひななです。ドラドラさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします、野田ひなのです。みんな野田ひなのです。ひろあきさん、インスタフォローしてよ、ありがとうございます、嬉しいです。皆さんね、ちょっとまた新しく帰ってきてくださった方にも言おうと、正しい野田ひなのって言います。インスタとかツイッターとか TikTok とか、このショールームもそうですけど、アットマークみやひなのん8で、アットマーク下の棒、なんて言うんだろう、あれアンダーバーかな、合ってるかな、ハイフンアンダーバー、アンダーバーかな、みんなの8っていうアカウントでやってるので、よかったらみんなフォローしてくださいね。ハブさん、初見さん、ピースピース、ありがとうございます、ありがとうございます。大粒ちゃんさん、イエイイエイした音符ありがとうございます、イエイありがとうございます。あゆキングさん、初見さん、こんばんは、こんばんは、野田ひなのです、よろしくお願いします。ぜひぜひ野田ひなののこと好きになってくださいねお願いします。アンダーバーだね、そうです、それです、多分アットマークみえアンダーバー、あ、みえひなの8、うん、多分みえアンダーバーひなの8だと思う、確かそれな気がします、みえアンダーバーひなの8です、よろしくお願いします。かぶて先生さん、ひなのこんばんは、こんばんは、お久しぶりです、ありがとうございます、見に来てくださって、てかみんなめっちゃ見に来てくれますね、嬉しい。じゃあプロフィールの自己紹介、まだ高3やん、ほんまですか、ほんまですか、待って、帰らなあかん、どうやって帰るんや、後じゃないと帰れへんかな、これこの配信がじゃあ終わったら帰っときます。ほんまですか、まだ高3になっとる、はあ、それはねよろしくない、詐欺になる、詐欺だ、詐欺って言われちゃうからちゃんと帰よう、終わったら変えときますね、忘れないようにちゃんと覚えとくので、みんな忘れてそうだったらちゃんと帰るんだよって言ってください、ワンチャン忘れる、でもちゃんと覚えとくように努力します、頑張るよ。トピルくん、プロフィール見たらびっくりしたわ、いやそらびっくりするよな本当に、ごめんなさい、18歳です、卒業しました、ちゃんと変えます、久しぶりすぎて本当にちゃんと変えなきゃいけないですね、インスタとツイッターと TikTok はちゃんと変えたから、よし完璧だって高校卒業した時に思ったんですけど、そうだね、ショールームもね変えなきゃいけないですねめっちゃ普通に忘れてました、留年したのかと思ってた、そんなことないですよ、ちゃんと卒業できました、よかったよかったよかったね、ちゃんと18歳です、ちゃんと卒業できました。お、お茶先生さんがフォローしました、あ、フォローしました、もうここに通知来るんですね、すごい、あ、皆さんフォローしてください、野田ひなののなんだショールーム、ショールーム、ぜひぜひまだフォローしてないよって方フォローしちゃってください、お願いします。1004人の方が見てくださってます、ありがとうございます、すごくないですか、本当にもうなんか急にチャレンジしますって言って1000人の方が見てくださるなんて、皆さん優しすぎます、ありがとう。西京のお姫様さん、初見さん、なんか音符音符、イエイ、こんばんは、野田ひなのです、よろしくお願いします、 TikTok フォローしてたわ、ありがとうございます、ナイス、嬉しいな、すごい1000人超えたね、ね、本当にありがたい、本当にありがとうございますね、ちゃんとね、次からはちゃんと告知します
え、本当になんか今日は急にショールームをやる気分になったんです。なんかあれ、なんか今日ショールームしていくもんみたいな、今日ショールームしようかなみたいな思って、ちょっと急にしたらみんなどう思うかな、いやでも許してくれそうと思ってショールームをしました。いやだって告知してから普通に10分ぐらいですよね。ショールームしますって言って10分ぐらいでスタートしました。びっくりしますよね、かぼちゃ先生びっくりしたよね。それはびっくりしますよね普通に。でもね、こうやって目に来てくださってすごく嬉しいです。ひらきさん乃木坂好きだけど、え、もちろんですよ、え、もちろんです。あ、そう、私この前乃木坂さんのライブ見に行かせていただきましたよ。すごかったです。私ライブに行ったことがなくて、そう、初めてライブに見に行かせていただいたんですよ。そうね、せっかくならって言って行くって、ぜひおいでよって言ってくださって、いや、お勉強させていただきますみたいな感じで、させに行かせていただきますみたいな感じで見に行かせていただいて、もうめちゃくちゃすごかったです。本当に楽しかったライブ。え、なんか皆さんがすごいライブ楽しかったよって言ってくださってた意味が分かりました。え、マジで楽しいですねライブって。見に行くのもすごい楽しいんだなって思いました。最近のショールームは初訪問やフォローが来ると表示されるらしいよね。私も初めて知りました。え、そう、なんか始めた箱の配信を始めた時に、初訪問とか2回目の訪問ですとかフォローしましたみたいなのが出てきて、え、こんなん出るんや、すっごいと思って。だからね、皆さんすごいいっぱい来てくださってるのめっちゃわかります。ありがとうございます、嬉しい。10周年のやつ、乃木坂スター誕生みたいな、ピアアリーナでやってらしたやつに行かせていただきました。すごかったです本当にね、初関係者席。すごかったんですよ、ピアアリーナ。めっちゃなんか超すごいみたいな、ビップみたいな感じがめっちゃしました。すごかったです。深谷さん、8565F さん、こんばんは、初めてです。ありがとうございます。見に来てくださって、野田ひなのって言います。今日でね、矢野のことを好きになってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ショールームひなのんがいつにいただくからかなり変わってね、そうなんですよ。本当に、もう、なんだろう、いろいろ変わりすぎて、すごい。今日いろいろ知りました。そう、なんか絵文字が使えるんだって。そう、なんかこんばんは野田ひなのですっていうなんかテロップをなんか絵文字使えるかな、どうだっけなみたいな、多分使えないよなとか思って顔文字にしてたんですけど、絵文字使えるよって教えてくださって、あ、使えるんだと思って絵文字に変えました。今日が初配信、8565F さん、今日がねだいぶ久しぶり配信、でもこのアカウント作ってから2回目3回目ぐらい、本当にね、すごい久々だし、全然ねショールームしてなかったので、とても今日楽しいです。関係者席で見てたんだ、すごいね。そうなんですよ、そう、行かせていただきました、ありがたい。ちょくちょく SNS で見てました。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、これからも見てください。野田の SNS ぜひぜひ見てください。隊長さん、初見さん、振り枠開いたらひなの配信してたので初見です、ありがとうございます。ね、配信始めました、配信しました。そう、すごいね、久々の配信なんですけど、皆さんがいっぱいお話ししてくださったのでね、なんかそう、最初すごい緊張して足がしびれてたんですよ、ちゃんと喋れるかなみたいな。でも今リラックスして配信できてます、ありがとうございます。皆さん優しいね、3回も配信してたの、いや、してないか、何回目わかんない。なんかでも1回か2回はした気がする、今日で3回目かな、今日で2回目かな、どっちか。どっちかです、ね、これからもショールームやっていこうかなと思うんですけど、皆さん見てくださいね、ね、見てください。ピーちゃん、9月11日なんすか。9月11日はお楽しみに。なんかアイドルでイベント
なんかそんな、なんかなんだろう、まだちゃんと完璧に告知ないし、告知しないでみたいな言われて、でもアイドルでイベントしますする予定です。そう、私はねまだあんまりねちゃんとね、あの完璧に決まってる、決まってるはいるんですけど、完璧にいろいろなんか出ているわけじゃないので、そう軽くですけど9月11日あの軽くですけど説明させてもらいますね。そう、9月11日にアイドルでなんかそうイベント、野田のイベント、野田のイベントですねをなんかさせてもらうみたいな話になって、そうそう、だからぜひぜひ来ていただけたら嬉しいです。かぼちゃ先生さん4回目っぽい、あ4回目か、4回目です。皆さん4回目らしいです。ありがとう、教えてくださって。どうしたどうした、ありゃなんだなんだ、アイドルって全員で何人いるの。そうですね、20人ぐらいいるはずです。え、なんかね、なんか最近1日限定の方とか入ったり入ってくださったりとかする方も増えてて、結構みんないっぱいメンバーが増えてきてて嬉しいです。まあでも緊張すると手汗、え、そうですよ、私手汗マンなんで、もうめちゃくちゃ手汗出ます。そう、困ってます。そう、髪ひっつくんですよ、すごくないですか。私ね手汗やばい人間なんですね。私はそういう人間です、手汗マンです、手汗人間、手汗がめちゃくちゃ出るんです。あ、今でも手汗やばいですよ。すごいですよね、本当になんかもう髪がひっつくんです、ペタって、ってなりますよね。普通にあの高校の時とかも友達に、なんかもう逆に特技レベルみたいな。そう、逆に特技です。画面もたまに緊張して固まるみたい。固まってますか今。今固まってます、マジ今固まってますか。まあ大丈夫か。なの、お久しぶりだよ、納豆巻さん。お久しぶりです、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。梅子部ちゃん、そこは変わってたのね。変わってないです、しっかり手汗はいっぱいあります、いっぱいあります。しんどい。そう、あいつはね手汗です、手汗です。私は手汗いっぱい、今は OK、 大丈夫だよ、さっきも固まってた。本当ですか、ごめんなさい、ちょくちょく固まることあるけど、まあ大丈夫、本当、また固まったら言ってください、ごめんなさい。全部あるんかな、分かんない。手汗そこがいいよね。そうよね、手汗いいですよね、ね。圧かけてきます、手汗いいですね、ね、ありがとうございます。ね、ね、手汗です、私手汗です、私、そう、手汗いっぱい、手汗いっぱいです。うとうさん、ひなのんちゃん元気、めっちゃ元気です、もうすごく元気で、元気すぎるレベル元気ですよ。皆さんもお元気ですか、お元気だといいな。いつの間にか1183人の方が見てくださってますね。本当に皆さんめっちゃ見てくださるじゃないですか、ありがとうございます。野田嬉しい、出てからひなのんの旨味たっぷりです。旨味、そうね、いいね、だしみたいな、なんかなんかやだね、だし。そうそうですね、旨味がたっぷり出てます、おいしいおいしい、知らんけど、水分いっぱい取らないでね。そうですよ、水分は大事です。皆さん最近暑いですよね、本当にびっくりするぐらい暑いです。外ちょっと歩くだけで暑いじゃないですか。皆さんいっぱいね水分補給してください、お水いっぱい飲みましょう、本当にね暑いので熱中症とか怖いですしね、気をつけてください。お父さん、ひなちゃんが元気で嬉しい、かわいいよ、ありがとうございます、優しい、ありがとうございます、めっちゃ元気ですよ、元気元気めっちゃ元気です。仁太郎さん、だし、そうだし、そうそう。熱中症にならないようにね、ね、そうですよね、怖いのでみんな気をつけてください。
ヒナノンゴも使わないぐらいお話が上手になりましたね。なんかヒナノンゴとか懐かしいですね。お話上手になりました。本当ですか？お話上手になりたいです。なれるようにちょっと頑張ってます。でもね、私お話上手じゃないんですけど、お話することはね、すごくすごくね、好きなので、いっぱいね、お話ししていけたら嬉しいなと思います。ね。納豆巻きさん、北海道は過ごしやすいよ。いいなぁ。私北海道行ったことないんですよ。羨ましいです。北海道いいなぁ。北海道ってあれですよね、なんだ、あのジャガポックルが好きです私。なんかめっちゃ美味しくないですか、ジャガポックル。めっちゃ好きなんですよね、あのお菓子。なんかお土産でおばあちゃんがくれたんだったかな、でなんか食べたんですよ。めっちゃ美味しかったんですよ、ジャガポックル。すごい私だからあれ好きです。ヒナンって3代目の、松村美久ちゃんに会ったことってあったっけ？ありますよ。2人で遊びに行きました。そう、遊びに行きました。2人で三重県で遊びました。ね、だいぶ前ですけど、私が高校の時ですね。まだ高校にいた時に2人で遊びました。いいでしょう、お友達いっぱい。杉さん、初見さん、チラこんばんは、ありがとうございます、見てくださって。ジャガポックルうまいよね。そうですよね、めっちゃ美味しい、ほんまで。そう、めっちゃ好きです、ジャガポックル。北海道って美味しい食べ物多いですよね。いいな、北海道行ってみたいな。行ったことないんですよね。いいな、いいな。誰とでも仲良くなれる、ひなのいい人。そんないい人、嬉しい。でも人と仲良くなるのはすごい好きです。なんか嬉しいじゃないですか、お友達っていうか、うん、お友達、知り合い、お友達が増えるの。だからお友達いつでも募集中、みんなと仲良くなれたらいいなと思ってます。チャガバターは美味しいよね。チャガバター美味しいですよね。私もめっちゃ好きです。いいなぁ、北海道か、いいですね。じゃがいもとか、あの、なんだっけ、味噌ラーメンとかもありますよね。いろいろ美味しそうなのか、海鮮とかもですよね。美味しそう、食べたいですね。北海道いいですね。なんだろう、このラブっていうタオル、ハチマキ、なんかラブってやつ、ありがとうございます。チームメイトにハマってました、このラブってやつ、ありがとうございます。ラブ、イエイ、ありがとう。タオルだね、タオルなんですね、タオル、ありがとうございます。全然知らなかった、あれタオルでした、タオルらしいです。タオル、ありがとうございます。マフラータオルだと思う。マフラータオル、ありがとうございます。なんだろうってなった。チューブ頑張ってます。ゆなちゃんがショールームイベントに出て、あつかちゃんが舞台です。すごいですね。ね、みんなね一生懸命頑張ってるみたいですね。すごい、もうちょっとで8の日ですしね。みんな頑張ってください、応援してます。いいね、チームメイトちゃんと今でも推してるんで、イエイ。実はスイーツ大国でもあるの。そうなんですか、スイーツ。あれありますよね、白い恋人みたいなのは知ってます。他何かあるんですか、北海道。急にここが可愛いセクシー、セクシーですか、大人っぽいってことですか、ありがとうございます。嬉しい。ズワッチさん、キラキラのお星様、お星様、お星、星、ありがとうございます、ありがとう。星、欲しい、欲しい、ありがとう。エイトの日もサンリオコラボだもんね。そうですよね、エイトの日もサンリオね、アイドルでもサンリオに立てるので。私サンリオ一回も行ったことないんですよ。そう、私めっちゃマイメロが好きなんですけど、サンリオね、サンリオピューロランド行ったことないんで楽しみです。5月25日、
皆さんサンリオピューロランド会いに来てください。ぜひぜひ野田と会えます。なんかライブとファンミーティングとアワード、そう、なんか MVP 決めるみたいなのがあるので、みんな来てくださったら嬉しいですね。絶対楽しんでもらえるはず、てか楽しませます、頑張って。だから来てくださいね、もしよろしかったら来てくだされば嬉しいです。北海道というとレーズンバターサンドとか、あ、六花亭のやつですよね。私あれめっちゃ好きですよお母さんがめっちゃ好きで、それめっちゃ好きで、私も食べたことあるんですけど、美味しいってなりました。あれ美味しいですよね。確かに北海道美味しいも多いな。スー君さん、初見さん、はじめまして、はじめまして、こんばんは、野田ひやのって言います、よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。あれも行ったことない地元だけどね、行ったことないです。そう、サンリオマイメロ私とっても好きなので会いたいです。ほんま楽しみなんですよ行ったことないから余計ワクワクです。嬉しい、マイメロに会えるかな。マイメロ、マイメロ大好き。ツインテの可愛い子がいると噂を聞いてきました。嬉しい、噂ですか。野田噂になってるんですか。やったー、ツインテの女です。そう、今日はね、普段全然ツインテールなんてしないんですけど、今日は珍しくツインテールをしてみました。嬉しい、ありがとうございます。仲良くしてください、ぜひぜひ。野田のこと好きになってくださいね。イエイ、嬉しいな。サンリオ一回も行ったことがないよね。私もですね、楽しみですね、サンリオ。ワクワクです。私も行ったことはないが、最寄り駅なら数回あります。小田急多摩センター駅、そういう駅なんですね、サンリオ。サンリオってなんか遠いんですよね。なんかあんまりわかんないけど、なんか遠いって聞きました。遠くないのかな、わかんないけど。楽しそうなんでワクワク。それそれ六花亭ね、あれほんまに美味しいですよね。めっちゃ好きです。そう、なんか六花亭のなんかあのその外側のクッキーだけのやつも食べたことあるんですよ。あれも美味しかった。めっちゃ美味しかったです。あれあれいいですね。25日アイドル夜営業あったりする。25日、9月25日ですか。9月25日、どうだろう、ないかな。どうだろう、多分ない気がする、わかんない、ちょっと確認しておきますね。また9月ですよね、聞いてみます。クロミちゃんじゃなかったのね。そうなんですよ、私マイメロなんですよ。マイメロが好きです。可愛いじゃないですか、マイメロちゃん。でもツイテールめっちゃ似合う、あー嬉しい。本当に、本当は今日下ろしたかったんですよ。でも下ろしがうまくいかなかったっていうか、なんか上手にできなかったからついにしました。でも思ったよりいい感じにできたから喜びました、ね。朝めっちゃ焦って、なんか、やばいどうしよう、今日なんか巻きっていうか、なんか髪の毛の調子がうまくいかんかもしれへん、下ろしみたいな、どうしようってめっちゃ焦っとって、でもあのボイトレの時間がやばいみたいな、めっちゃ急いで準備してて、あの思ったより時間がかかっちゃったんですよ、髪の毛をやるのに。やばいと思って急いでやってて、直せない髪の毛どうしようみたいな、もう黒みたいな感じでツインテールにしました。でみんな褒めてくれてるので、ツインにしてよかったなって、イエーイツインにしてよかった。今日渋谷からなら1時間くらいですかね、ピューロランド。やっぱり結構かかるんですね。ね、京王多摩センターかかな、わかんないけど、多分。おろしも見たいなね、今度またじゃあおろしで配信しようかな。次なんかね、私ポニーテールとかも好きなんですよ。最近ね、いろんな髪型を自分でやれるように練習中です。でね、いろんな髪型するので、またみんな見に来てくださいね。イエイイエイイエイ
可愛いのは間違いない。あー、ありがとうございます。優しい、嬉しいです。優しいですね、皆さん。本当につい大丈夫かな、いけるかなみたいな、めっちゃ焦ってました。大丈夫かなみたいな、思ったよりいい感じだったからよかった。今度はなるべく告知してね。そうですよね、ちゃんと告知します。本当に今日急遽すぎて、マジでなんか急にショールームをしたくなったね、今度ねまたねちゃんと通知してやりますね。ちゃんとね通知してやったら皆さんねいっぱい見に来てくださいますもんね。頑張るぞ、ショールームいっぱいします。あ、コメチさんがフォローしてくれたみたいです。あ、皆さんフォローぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、フォロー嬉しい。まだまだいけるよ。本当ですか。ツインテール、そう、ツインテールです。嬉しいなだからいつの間にか1386人の方が見てくださってます。ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとうございます。優しい、みんな。ゲンソリセブンさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、野田ひなのです。ぜひぜひ好きになってください。イエーイ。花山さん、こんばんは。こんばんは、イエーイ。嬉しい、めっちゃみんないっぱい来てくださる。録画しても都合が悪いと見れない。そうですよね、確かにね。皆さんお時間あるときに、また暇だったら見てくださいぜひぜひ見てくださると嬉しいです。いっぱいねお話できると野田喜びます。ショールームって楽しいですね、またやろうっとそう、一人だと寂しいんじゃないですか、やっぱりね。またショールームします。てか今何時だろうな、今何時ですか、みんな教えてください。なお、2022年8月6日21時27分か。なるほど。今日も可愛いね。嬉しいです。ありがとう。もしかして、萌え汁大会開催される今日。やだ。やだ。やだ。やですよ。やだ、やだ。やだ、やだ。萌え汁、萌え汁とか懐かしいですね。もう最近もうしないですよ。萌え汁してないですね。萌えゼリフね、萌えゼリフね、すごい久しぶりですね、そういう萌えゼリフとか。無理のない範囲でいいのでいっぱい配信してくださいね。優しい、ありがとうございます。じゃあちゃんと見に来てくださいね。コメント待ってますね、いっぱいいっぱい来てくれるの待ってます。やたまきさん、やだ、わらわら、やだね、萌えゼリフ私よくやってましたよね。すごい、本当にすごいと思いますよ、萌え台詞やってたの。うん、自分を褒めます。それはよく萌え台詞やってたよ、すごいよしんどい。メイドさん、萌え台詞大会懐かしい。それな、それな、メイドさんで萌え台詞やってたんですね。私よく頑張った。すごいよ、本当にすごいと思いますだってね、普通に中学校の時何も気にせず、萌え台詞やろうって、前だけやーみたいな感じで、ワクワク萌え台詞してたんですよね。そう思ったらすごいですよね。すごいすごい。ね、みんな、なんで萌え台詞できるのすごいみたいな、すごいみたいな言われてたの。確かに、なんでだろうって、萌え台詞普通に楽しいじゃんみたいな思ってたんですけど、うん、いや、すげえわ。本当に、すごいっす。本当に。中学校の時の野田すごいんじゃないって思いました。それは本当にね、すごいよ本当にね、本当にすごいですよね。萌え台詞は勇気いるからね。そうですよね、だいぶとだいぶとだいぶと頑張りましたね。またちょっと、うん、またやろうかな、どうしようかなまあね、あの当時までどれだけ萌え台詞に癒せたか。その癒せてたんですか、嬉しいね。頑張れたらまた頑張りますね、頑張れたらね、頑張ります、また
今でもいけるです。今でもいけますかね。勇気が足りない、勇気がね、すごい本当に本当に、それだけは本当に過去の自分を褒めます。いやすごいよって、うん頑張ってたえ、それは本当に過去の自分を褒めるわね。またね、ちょっと勇気が出たら頑張ろうかなって思いますレスター組長さん、初見さん、こんばんは。こんばんは、野田ひなのです。よろしくお願いします。ぜひぜひ仲良くしてください。イエーイ、ピースピースピース、楽しみにしてます。うん、やだやだ、楽しみにしないでください。でもやっぱ楽しみにしてください。またやるかも、かもだからね、しないかもだから、やるかもわかんないかもですから、そうね、勇気が出たら、勇気が出たらやりますね。勇気が出たらね、燃えてるよね。マイゼリフね、元チームメイトだよね。そうです、元チームメイトの三重県代表です。イエイ、えいと、そうですよ、野田ひなのですよ。えのちゃん、こんばんは。こんばんは、イエイ、ありがとう、見に来てくださって。シュルームで元エイトでやってるのはアカリンとランリーとさっきぐらいですね。あ、そうなんですね。あと言ったかな。そうなんですね。じゃあ野田もそこに追加、追加、これからショールーム頑張るから、そこにちゃんと追加してくださいアカリンとランリーとさっきとひなのみたいなね、みんなまた見に来てくださいね、いっぱいね。ショールームね、楽しいね。ひじりも待ってるかな。あ、そうなんですか。みんなね配信してるんですね。私も配信しよう、波に来てください。またはちみつの音が見たい。ね、会いたいですね。私も会いたいです、みんなに。はち、あの、なんだっけ、みさっき、はちみつの美咲、そう、同期3人なんですけど、そう、美咲とは私の生誕の時に聞いてくれたので会ったんですけど、はずかとはね全然会えてないので、また会いたいです。そう、また会いたいねっていう、そう話を前にしてたんですよ。だからまた会いたいな。あめさん、こんばんは。あめさん、あめさん、こんばんは。こんばんは、イエーイ、よろしくお願いします。あめさん、あめさん、あめさん、発音こうなんかあるじゃないですか、イントネーション、イントネーション合ってるかな、なんかよくわかんないけど。ミサッキーさん、最近顔出しで配信してました。あ、そうなんですか。ミサッキーもね、その生誕以来会ってないんで会いたいですね。そう、2月26日にね、私生誕をアイドルでさせてもらったんですよ。その時にゲストで出勤してくださいました、してくれました、ミサッキーが。ミサッキーちょくちょく配信してる。そうなんですね。野田もちょくちょく配信しよう、みんな見に来てね。あ、また皆さんいっぱい来てくださってる、ありがとうございます。てかいつの間にか1470人の方が見てくださってますよ。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。優しい、みんなありがとうね。すごいたくさんの方が来てくださってます。おお、おほら、すごいいっぱい、2度目の訪問、初訪問、初訪問、お、初訪問ね、いっぱい来てくださってます。さっきからにぎやかだね。ね、外がにぎやかですね。ねね、お、事件か、事件かな、怖いね、事件かね。
さっきどんどん綺麗になってた映像めっちゃもう本当に可愛かったですね。本当にね、あの時ね会えて嬉しかったです。本当に生誕来てくれて嬉しかった。んなんだと思ったら髪の毛が落ちてました。私の髪の毛が落ちてました。なんか足についたと思ったら髪の毛でした。焦ったそう、生誕そうさせてもらったんですよ。2月26日にめっちゃ楽しかったですよ。そう、なんかあれですね、 JK 最後だったのであれですね、なんだセーラー服着ました。セーラー服さっきもまさかアイドリなんてね、さっきはねアイドリはね入んないですね、入んないって言ってました。あの時軽くしか話せなかったな。そうですよね、生徒はねめっちゃたくさんの方がねもうありがたいことに来てくださってね、いっぱいね本当に来てくださったので、たくさんとお話しすることはできなかったかもしれないですけどね、皆さんのお顔が見れて皆さんにお会いできてすごい嬉しかったです。セラー服絶対可愛いじゃん。なんかインスタに載せてますのしんどい、載せてるのでみんな、載せてますのでって言いたかったんです私、載せてるのでみんなよかったら見てください。載せてますのね、そんななんかね載せてますのなんて普段言わないですよ。載せてますのでって言いたかった、間違えちゃった。恥ずかしい。どうしよっかな、私何時まで配信しよっかな。今何時ですか、教えてほしいな。急にお嬢様、ね、それ思った、乗せてますの乗せてますのね、普段ねそんなねお嬢様の言葉使わないです。9時37分なんですね。じゃあ10時までやろうかな、10時までやろうかなと思いますね。10時まで切りよく10時までしようかな。皆さん教えてくれてありがとうございます、感謝ありがとう。1519人の方がね見てくださってますね、すごい嬉しい、ありがとう、みんな優しいね、こんな急に始めたのにね本当に急に始めたことが申し訳なさすぎてずっと言ってる。次配信するとしたらまたこのくらいの時間かな、わかんない、どうだろう、わかんない、どうしようかな、このくらいの時間でも全然いいしね、普通に午前中とかもね空いてる時だったら全然午前中でも私は、いつにしよっかな、空いてる時ですね。やった、やります。平日の昼間は人少ない、あ確かに皆さんお仕事ですもんね、確かに夜の方がいないのか、ね、私ねもうね18歳も超えたので普通にね10時までとかでも10時からとかでも全然配信できるんでね、夜のがいいのか、みんなそうなんですかね、そうなんだね、みんな夜のがいいなら夜のがいいか、どうしても昼間がいい時以外は夜にしますね。じゃあニュー山広さんこんばんは、こんばんは、野田ひなのです、イエイ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 、とか時間制限はないので、そうなんですよ、もうね幸せなので、夜遅くまで起きてられる、多分ね、分かんないけど自分のペースでお願いします、ありがとうございます、優しいねみんな。じゃあ野田が気象ルームしたいなって思ったら気象ルームします。他のアイドルのみんなショールームしてるの、どうなんだろう、ショールームあんましてるイメージないな、してるのかな、わかんない、多分してない気がする、してる方もいらっしゃるのかな、どうなんだ、結構早寝早起きだからね、ね、そうですよね、私ね寝るの大好きなので
寝ちゃうかもですからね、そんな遅いのは多分しんどいと思うけど。逆に早朝配信の方がきついかな。無理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 です、無理です、早朝は無理です、朝起きるのはきついので無理です。いや朝は多分無理。でもまあね、またできたらやると思うけど、多分朝は脳内が起きてない、絶対てか多分起きれない、ね、どうだろうね、多分朝はあんまりないかな、知らんけど。寝る子よ育てね、寝る子は育ちます。私寝るの大好きなんでね、いっぱい寝ます。みんなもね、今日いっぱい寝ましょうね。だって今日土曜日ですよね。寝れるよみんな、いっぱい寝よう。逆に深夜配信やりますか。深夜配信ですね、起きてたらですね、起きてたら、そうね、起きてるかなどうかわかんないけど、起きてたら。深夜配信ってショールームって何時までできるんですか。一生できるのか、18歳超えてから。どうなんですか。教えてくださいみんな、わかる人。私わかんない。ねかりさん、朝も待ってるよ。朝は起きれたらですね、起きれるかどうかわからないのでちょっとわからないですけど、まあ起きれたらですね。タカさん久しぶりです。お久しぶりです。こんばんは。イエーイ、お久ありがとうございます。絶対起きてないなね。起きるかもしれないからさね、起きるかもしれないかもね。おさぴーさん、しょかいさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。野田ひなのです。今日で好きになってください、イエイね、調子のいい時でありがとうございます。優しいね。事務所的に制限なければいつでもいいんじゃない。うん、じゃあいつでもいいんじゃない。じゃあいつでもできるかもね。いつでもできると思うけど、多分すごく遅いと寝てます。ですごく早いと寝てます。深夜で寝落ち配信してそうね。ずっと寝て、なんかもう一生寝てそうだから、多分ね深夜は寝ない気がするな一回寝たら部屋の起きないからな。でもアラームとかでは一応ちゃんと起きるんですよ。でもめっちゃアラームかけて起きてます。1日朝、まあじゃあ6時に起きようと思ったら6時57、6時59、6時じゃない、6時に起きようと思ったら5時57、5時59、6時2分、6時4分、6時6分みたいな、めっちゃ細かくアラームかけてます。で私のアラームすごいなんか恐怖を感じるアラームなんですよ。なんかボーボーボーみたいな、なんか身の危険を感じるアラームだから焦って起きれる。そうじゃないと起きれないから本当に起きるの苦手なんですよ。だからすごいなんかうるさい、うわーってびっくりする感じのアラームにしてます。くんさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日で仲良くしてくださいね。まなさんも初見さんですね。こんばんは。こんばんは、イエーイ、ありがとうございます。ずっと寝てます。そうなんですよ、本当にどんだけでも寝れる気がする。ギリギリまで寝てるんだね。わー、そう、ギリギリまで寝たくなくて、ちゃんと起きたいから、もうすごいアラームです。もうだからびっくりして起きてます。今までうるさーみたいな、うわーみたいな、身の危険を感じるアラームってやばいやみたいな、なんかサイレンみたいな、ボーボーみたいなあるじゃないですか、 iPhone のやつ、すごいなんか怖いやつを音を大きくして、めちゃくちゃもう3分間か2分間隔とかでかけて耳元に置いて、枕元に置いて寝てるので、うわーってなる。あ、まさか、いやびっくりしたみたいなのでいつも起きてます。そうじゃないと起きれないんですよね朝からそのアラームは怖いわ。そうですよね、普通に怖いけど起きれないからそう、ずっとそうしてます。チームメイトの時からずっとそうしてます。いや、中学校からずっとそうやってその恐怖のアラームを使って起きてます。だからひなのアラームはうるさいって
やれますみたいに、そうエイトの子とかね言われてました。逆に寝たい気分が寝れなくなるわ確かにそれはそう。ではね、あのどんだけでも寝れるタイプなんです私実は気に入ってるんやね。え、そう、え、なんかこれで起きれるっていうなんか安心感がある。もうこれかけてるから大丈夫みたいな、私は起きれるみたいな。ね、起きてます。一応起きれてるんで、まあ、大丈夫かなって。一応ね、一応起きれてるから、一応ね普通に寝坊が怖いです。私は寝坊するの本当に怖いじゃないですか。だからね、もうめっちゃ必死なんです毎朝。やばいな、起きれるかなとか思いながら、なんか7時に起きるとかだったら、あ、昨日の夜か、前日の夜に、明日は7時寝る、7時、あ、寝るじゃない、7時に起きる、7時に起きる、7時に起きるってずっと頭の中になんかもう喋りかけて、脳内でですよ、起きれるみたいな、起きるみたいなって言って、そのうるさいアラームをかけて起きてます。だったら起きれるかなっていう謎の自信、それしとけば起きれるみたいなっていうのが勝手にある。あ、チームメイトにハマってます。さん、かわいい、ありがとうございます。かわいいのなんかふわふわんってやつ、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。しんごさん、ひなのんこんばんは。こんばんは、イエーイ、お久しぶりです。世界人として素晴らしい心がけやね本当に怖いんですよ。だって寝坊が本当に怖くて、そうね、なんか迷惑かけるのも嫌ですしね、ちゃんと起きようと思って。はさか苦手なので。安心できるのはいいよね。ね、これちゃんとかけとけば起きれるっていう謎の安心というか信頼があります、あのアラームと。寝る前に起きる起きるってやる、なんか暗示かける的なそういうやつ。うん、あ、なんかお花の音符みたいな、ありがとうございます。土メイドにハマってますさん、音符ありがとうございます。お花ありがとう。タカさん、朝起きる必要のない世界に生きたい。え、それは本当にそうです。本当にそれはそう。もうね、うん、嫌だ、起きるのはきついです。本当に起きるのが苦手なので必死に起きてます、必死に起きてます。本当に羽山さん、かわいい、ありがとうございます。かわいいのなんかふわふわんってやつ、鼻が後ろにふわふわんってやってるやつ、ありがとうございます。ありがとう。行ってみたい海外はどこ。そうですね、私海外一回も行ったことないんですよ。どこだろう、どこだろうな、どこがいいかな。なんかどこだろう、どこがおすすめだろう。海外、本当に海外一回も行ったことないんですよ。そう、なんかあの総選挙の時あったじゃないですか、沖縄の。その時に初めて飛行機に乗って、それ以外飛行機乗ったことなくて、飛行機も乗ったことないから、そう飛行機乗りたいな、飛行機乗りたい。ハワイとか、ハワイいいですね。うわ、ハワイいいな。ヨーロッパとか、あ、確かに、うわ、いろいろ行ってみたいです。飛行機もないや。そう、なんかその、あの総選挙の時に一回飛行機に乗った時ぐらいしか乗ったことがないんですよ。だからね、乗りたいです。グアムとか、はあ、確かにいいな、いろいろ行きたいな。ね、楽しそう。旅行とかすごい好きなんですよ私。いいな、いいな。初心者だと韓国、台湾、タイ、シンガポールとか、行きたい。普通にあのなんだっけ、世界一周旅行に行きたい。いろんな国回りたい。てかまず日本の中でも全都道府県行ってみたいです。普通にいろんなとこ行ったことないから旅行行きたいです。旅行すごい好きなんですよね。なんか旅館とか、旅館なんかそこでしか食べられないものとか、なんかお土産とか温泉とかあるじゃないですか、あれのめっちゃ好きなんですよね。そう、なんかご当地のものを食べるとか、そういうのが好きです。だから旅行行きたいな。そう、最近旅行にね全然ね行けとらへんので、
また行けたらいいなと思ってます。タカさん絶賛旅行中、いいな、どこ行ってるんですか。いいのいいの、フィリピンは行ったことあるよ。いいな、フィリピンいいな、海外行ってみたいです。まず日本縦断しないと。縦断ですよね、うん、縦断って読むね、うん、縦断。そうね、そうね、日本全部回りたい、全部いろんなとこ行ってみたいです。なのあと10分な、あ、今9時50分なんですね。うん、ありがとうございます。じゃああれしよう、あれする、なんだっけ、ランキング読みます。私読みたい、ランキング読んでましたよね確か、あれ違ったっけ。そうね、ランキング読む、そう読む、久々のショールームすぎてなんか、ランキングですよね、うん、確かランキング読むから読む、今から読んでいいですか。ダメって言われても読みますね。はい、あれ何位から読めばいいんだ。12位からかな、12位からですか、合ってるっけ。13位からですね。なんかさ、このさ13位から、なんかさ、このさ、なんやっけ、このさ、なんかワッペンマークみたいなのを押せばいい、わかるってことやんな。ちゃう、合っとる、ねえ、男女を呼びましょう。あのこっちの、こっちを拡大してみればいいか。13位からね、みんな教えてくれて、これで合っとるんかな。うん、よし、じゃあ13位から読みます。13位、ソランさんありがとうございます。12位、大粒ちゃんさんありがとうございます。11位、アメさんありがとうございます。10位、ピンクカメオさんありがとうございます。9位、梅こぶちさんありがとうございます。8位、ランタンさん、おー、なんか押しちゃった、危ないできてるかな、うん、ランタンさんありがとうございます。7位、チームメイトにハマってますさんありがとうございます。6位、じゅんたろうさんありがとうございます。5位、羽根馬さんありがとうございます。4位、 WY@ 影の守護神さんありがとうございます。3位、ケントレイさんありがとうございます。2位、ユネカエルさんありがとうございます。そして1位、ズマッチさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ちゃんと読めたかな、ワッペンマークね、ちゃんとワッペンマークから読みました。よかったよかった、ちゃんと読めたみたいで、皆さんありがとうございます、本当にね、ありがちょう、ちゃんと読めた、よかった。久々のチャールームすぎて、でちゃんとなんかできるかなって焦ってたんですけどね、皆さんいっぱい教えてくれたからちゃんとできました。ショールームめっちゃお腹鳴りました、消化中です。そう、今日ね、レナ君と新大久保行ってきたので食べました、一緒に。あ、はらちゃんさん、お手紙かな、ラブレター的なの、ありがとうございます。お腹鳴った、かわいい、恥ずかしい、みんな忘れろください。本当にやだ、忘れてください、恥ずかしい、やだ、いっぱい食べた。さあ、一緒にね、いっぱい食べました、マカロン食べました、あとチーズハットグ食べましたね。消化中、恥ずかしい、やだ、忘れろ、みんな忘れて、恥ずかしいので忘れてください。今日はね、何もなかったですね、何もね、今何も聞かなかったですね、うんうん、そうね、みんな何も聞かなかったみたいでよかった。スクショタイムなんてあったりする、あれ、スクショタイムか、スクショタイムやろうか、スクショタイムね、今日ちゃんとツインテールですね。じゃあちゃんとスクショタイムするわ、わし、イエイ、どうですか、いい感じ、
いい感じ、みんなちゃんとスクショできましたか？できた？みんなしっかりスクショするんだよちゃんと大事にしてください、そのスクショ。フォルダーの中でお気に入りに入れといてくださいね。ちゃんとガオポーズお願いします。お気に入りに入れといてね、みんなよろしくありがとうございます。みんなスクショしましたって言ってくれてますね。ありがとうございます。大事にしてね、写真ちゃんとお気に入りにしておいてください。え、あ、最後にちゃんと宣伝しよう、私えらいえらいそうだ、このショールームもインスタもツイッターも TikTok も全部フォローしてくださると嬉しいです。あとアイドリーで出勤させてもらってるので、ツイッターとかでまた日程確認してもらって会いに来てくださったら嬉しいです。で、あと9月11日も開けておいてくださると嬉しいです。アイドルで私主催のイベントをやります。で、9月25日のサンリオピューロランドでイベントがあるので、なんだアワードとかいろいろ投票とかあるので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。サンリオも来てくださると嬉しいです。1位にしてくださいありがとうございましたね、皆さん1729人の方がね見てくださって、もうすごくすごく嬉しいです。ありがとうございます。急に始めたのにありがとうございますね。またね、いつかまたやろうと思うのでショールーム、みんな私が始めたら見に来てくださいね、約束ですね。超久しぶりの配信ありがとうねって言ってくれてありがとうございます。こちらこそです。本当に急遽始めたのに皆さん見てくださってね、いっぱいコメントしてくださって、こうやってね時間を野田に使ってくださってありがとうございます。またじゃあショールーム配信しますね。では皆さんありがとうございました。おやすみなさいですねバイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい、ゆっくり寝ましょう、ゆっくり寝ましょうおやすみなさい、バイバイ、またねー、イエーイイエーイ、バイバーイ。